中層中層は、李氏朝鮮の、第十一代国王である、忌み縄駅。送り縄、狂気気分、秋竹金人島正隆大王、略して、中層狂気大王。第九大聖宗の次男で、第十大縁山君の異母帝。1494年、6歳で、新城王君に作法された。1506年9月2日、君球派の方元胸、正祈願。 劉淳帝らがクーデターによって円山君を廃位追放し18歳の新城王君を擁立した。史上中層犯税と呼ばれる。中層は君級派のクーデター勢力に擁立された王権の脆弱性を打開するため円山君に弾圧されたリン派を引き入れ革新を図ったが土地憲兵禁止、禁電性実施などを主張する。 超高層ら急進的な死林勢力を抑えることができず、政局は混乱に陥った。1519年、反罪更新らは過激な死林派に反逆罪をかぶせて粛清を行い、死林派の中心人物であった超高層も帰郷を命じられた後、欧米により自殺を強いられた。これを希望主家と言い,い、この時粛清された学者たちを、後世、希望名権と呼ぶようになった。 1521年、希望死化の余波で、カノトミ富獄が発生して、安所権などの死輪派がまた首切りされた。その後にも政局はもっと混乱し、1524年、ナヤ金安ーのまかりむ加職、1525年、陰性症の反逆事件、1527年、東宮の尺ネズミの変が相次いで発生した。結局犯人で指名を受けた。 高志品牧師と彼女の息子リビが宮廷を退出させられた後、1533年に親子ともも処刑された。1531年、その間正解で損害された金康郎が、また復権すると正解はさらに混乱し、金康郎に対抗するため、中層の外籍である、陰元郎と陰元公兄弟が登場して、正解は、君臣と赤神の対立が激化して、 結局、金安郎が追放された。このような赤心の台頭は、1545年に、木の富鹿が発生する原因になった。また1510年には、彼の側近だった方元宗が死去した直後に、南部で三浦の乱が起こり、北方からは、女神族の侵入が相次ぎ、社会不安が絶えなかった。38年2ヶ月在位した後、 1544年11月14日に、長男の人層に上位し、翌日56歳で死去した。墓は、安資料と呼ばれる。クーデター勢力に担ぎ上げられて大いに就任したこともあってか、異性者としては優柔不断な傾向にあった。また、病弱なところもあり、この性質は、長男の人層に受け継がれた。朝鮮医学の変遷史の中で、中層は解熱剤として、 野人から水を服用していたことでも知られている。ありがとうございます。